レモン絞ったソテーがうますぎる。僕はイワシ加工屋の社長息子。会社の知名度を上げたいけど何も思いつかない。なんで料理します。まず料理酒につけてラップして冷蔵庫に置く。その間にニンニクをみじん切り。15分くらいしたらイワシを取り出しペーパーで水分を拭き取る。片栗粉まぶしてフライパンでバターとニンニクを炒める。皮目を下にしてイワシを入れる。タイムで香り付け。両面焼けたら出来上がり。仕上げにレモンをかけたらマジうまい。次は何のイワシ料理が食べたい？